ちは。こんにちは。さて、はい、なんか恒例になってきたな、はい、質問コーナーな。そうなんです。今日、まなかさんがゲストですとツイッターでつぶやきまして、はいはい、で質問したいことがある方、ぜひつぶやいてくださいというふうに言ったんですけど、来てます。何万件ぐらいだ。もう5、6万件もすごいです。5、6件ですね。その中から選ばれてるの大変なんですよ。まず、はい、ケイタさんです。ありがとうございます。はい、ドラ1の奥川君の現時点での評価と、将来どういう投手に育ってほしいか教えてください。欲しいかか、はい、現状ね、後輩になるからね、まあ、そうですね、MVP としてはそうですけど、高校生、いや高校生、あんまり考えてなかった。高校生だから高校生だから最初からはちょっと厳しいかなと思うんですけど、でも結構早い段階で一軍でデビューするんじゃないかと思うんですよね。完成度がちょっと高いと思うんです。あとヤクルトの今の投手陣を見ていると、多分高津監督早く使いたいはずなんで。そうだよね、高津って意外と新しいのを思い切って、はい、ガンガンできますね。そうだよね、はい、だからキャンプから、まあ、3月4月でしょ、まあ、オールスターね、そんなにかかる。もっと早く行きたいな。もうちょっと早く行くんじゃない。キャンプは2軍からですか、1軍。まだその決まってないけど、多分1軍連れて行くと思う。行きますか、うん、それは自分で見たいもん。そうですね、うん、見たいでしょ、自分の監督だったら。あれ連れて行ったよね、連れて行きました、寺島とかね。そう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 、やっぱりあとはその2軍だとなんか、2軍だとね、ちょっと環境がなんとなく過ごしてしまう感じがするんだけど、1軍だとやっぱり 1軍の選手とか一緒にやると、やっぱりこう気持ち的にも少し違ったりする。緊張感があるよね。だからブルペンに入ってピッチングするかどうかは別としても、まあ、1軍 の, そのキャンプに慣れるっていうのはちょっと必要な部分があるかもしれないですね。まずどんなピッチャーにするんですか。まあでもエースね、ローテーションでエースで毎年10勝以上するようなピッチャー、最低ねぐらいは。例えば今で言う誰、どんなタイプかね。ヤクルトでは意外といないよね。いないじゃん。誰だろうね、まあ、菅野とか。そうですね、まあ、あのクラスになってほしいですね。そうだよね、はい、まあ、今年の山口とかね。そうですね、慣れる素材は持ってるからね。いや、あると思います。ただヤクルトっていう環境がさ、はい、もう本当都心にあるじゃない。そうですね、渋谷、西麻布、六本木、ね、めちゃくちゃ近いよね、はい、新宿。いや、でも寮は戸田ですから、埼玉。大丈夫です。そうだ、何年間は戸田にいなきゃいけないんですか。3年か5年かなんかあったかな。高校生は多分3、4年ぐらいだし、じゃあ通わなきゃいけないってことですよね、一軍でもし。そうですね、そうですね、もう監禁だよね遊ばないように。まあ遊ばないように。いや、そのぐらいやっぱりやって育ててほしいよね。ちょっと活躍してお金ができると ね、 そうですね、遊んじゃうから人って。あとさ、こうなんか最近の高校生のピッチャーの流れを見るとさ、やっぱこう使ってるとか預かってる子は怪我が一番怖いんですよ。で、例えば、6月7月ぐらいにデビューさせてこう怪我とかになった場合は、まあなんとなくこう時間をファームに置いてたから、うまく調整してきたから怪我してもしょうがないんじゃないかっていう判断で少しセーフなんです。4月ぐらいから例えば一軍で使って怪我したら、ヤクルトとしては球団が使うのが早いんじゃないか。でもね、2軍で投げても1軍で投げても僕はそんなに変わらないと思うんですよ。だからなんかこう体裁的にはね、やっぱ怖いんですよ。だって現場の監督が1軍で使って怪我したら早いんじゃないの、ヤクルト。言われるよね、また故障者出したとか言われる。でもこれやっぱ怖いんで、みんなもうなんか球団全体的にそういうふうになってます。でも田中のマー君とか松坂とかは関係ないじゃないですか。だからなんかそこに流されずに、その人のその力量を見て判断してほしいなと思います。そうですね、怖がらず。だって一緒ですもん、2軍でローテーションで10日おきに投げたって1軍で投げたって、まあちょっと緊張感があったりはするけど、結局投げてる量は一緒じゃないですか。だからそんなに差がないと思うんですよ。まあ1年間ローテーション守るって大変なことなんだ、うん、だからどっかで昔やるっていうことだよね。そう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 、だから10日に1回1軍で投げさすとか、はい、例えばバーッとローテーションもし投げたんだったらオールスターぐらいにはちょっと2週間ぐらい休ませてまた投げさすとかってことは必要だけど、なんかゆっくり育てていれば1年ファームで投げさせて2年目にじゃあ怪我したらなんかセーフみたいな感じになるじゃないですか。まあまあそうですね、でも結局一軍で怪我する選手はファームで投げてても大体故障するから一緒なんですよ。だからそこだけなんかちょっと履き違えられてほしいなっていう。
俺はね怖いんですよね。確かに甲子園であれだけ投げ抜いたっていうのはそれだけの強さも持ってるし、良ければ春先から使ってほしいと思うの、うん、俺は良ければね、良ければね、そうです、うん、あれが多分なかなか勇気がいることなんですよ。もしも、もしも怪我した時に叩かれるから、みんなやっぱ怖いから世論がそこで使ってしまうっていう、ね、あれ松井裕樹とかも1年目はもうすぐ使ってました。いや投げたよ、投げたでしょ。野村さんだったでしょ。あ、そうかもしれない。野村さんだったと思うんだよ。だから野村さんってやっぱああいうところと思いっきりいいじゃない、はい、いいの使うべきだと僕思います、うん、臆病にならずに良かったです、良かった。もちろん無理に使うことないけど、でも環境で育つ選手っているからね。はい、そうそうです。だから生実家2軍見せちゃうと育たないと思うさ。もう最初から1軍にいさして、もうその環境に慣れさすっていうさ、もうプロってこういうもんだ、これだけすごいバッターがいるもんだっていう風に育てた方が俺を置くかはいいと思う。あと高校生って結局2年生3年ってエースで投げてるでしょ、はい、でプロに入ってじゃあ2月から6月7月くらいまでじゃあゲームに投げずにトレーニングとかピッチングしろとか言ってもやっぱりモチベーションが難しいんですよ。試合で投げることによっていろんな勉強になるし、その気持ちがよしじゃあ今度のピッチングのためにとかできるんだけど、やっぱり、ね、4ヶ月も5ヶ月もそのトレーニング重視で体を作れてたって4ヶ月で体もできないから、やっぱ投げながらやるべきだと思いますけどね。だから奥川が1軍で投げたいと思うんだったら、うん、この時期が大切だ。そうそう、この時期が今大事です。キャンプに入り方が大事だから、はい、入り方が大事、今が大事、うん、今やっぱりちょっとホッとして休んでるようだったらやっぱ開幕は無理かな、うん、12月1月でしっかりこうもう投げるぐらいのコンディションを作ってきていければ、うん、そう思いますけどね。まあ、早く見たいですけど、ね、僕らはね。いやだからこのチャンネルを登録してくれるんだったら、してくれてるんだったら多分やると思う。奥が当初が今でそうですね、うん、でもゆっくりやりたいなと思うんだったら今ベロンとしてる、うん、そっか、もうそこから始めた。でも最近の高校生はさ、やるんじゃない。やる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 。俺らぐらいの時はドラフトかかったらホッとしちゃってさ、ブル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 太っちゃったけど、はい、え、そうなの。僕も何もしなかったです、2ヶ月ぐらい。俺は違ったな。そうっすね。いや、そんなことないでも走ったりとかしてたよ。ああ、でもそれぐらいはするよ、ね、それでもやっぱ知れてますよ、まあ、自分がやってるよりだから、まあ、確かに確かに。やっぱりね、1月ぐらい入って初めて自主トレでやるときにやっぱ全然体がついていけないとかになるんで、それだけは下げてほしいですね。だからプロってファンの期待に応えるのがプロだしね、うん、だから奥川も早く見たいっていう、もうファンが願ってることだから、 それを感じてほしいよね。そうですね、はい、じゃあ続いて、はい、マジコイさんからです。真中さんの野球で一番の悔しい涙はどの時だったか教えてください。悔しい涙か、はい、プロ入って悔しくて泣いたことはないな、うん、だって周りはみんな俺らよりすごい選手だからさ、あんまり勝ってプロでも負けて悔しいなことないな。負けて当然だと思ってた。負けてもしょうがないというか、そしたら もっと俺はどうするべきだ。そうですね、だって彼らの方が能力が高い人たちと戦ってるわけだから、そんな中で負けてないではないな。そういう感じで戦ってた。そうですね、だから僕その例えば当時佐々木さんとかクローザーで誰も打てないピッチャーじゃないですか。そういうピッチャーと対決する時の方が緊張感全くないですよ。だって打てなくてもいいですもん。ただこの人打ったらそういうことになるじゃないですか。あ、さあだから谷間の5番手6番手のピッチャーが先発できたら絶対今日2本打たなしきゃ3本打たなしきゃ、まあ、プレッシャーかかる、ね、そしたらプレッシャーかかるじゃないですか。だからそういう感覚だったんで、もうそんな桑田さんとか斎藤正樹さんなんて言ったらもういけなくてもしょうがないから、とにかくあのサイズがつくそうっていうぐらいの感覚だったから、だから負けて泣いたことはないかな、ね、この前ね、嬉し涙を見た。え、どこでですか。いや、テレビの中だった、優勝する瞬間。ああ、嬉しくて泣くのあるね。でもあれが初めてじゃないの、涙流したって。グラウンドで、グラウンドでね、涙流す。そうかな、嬉しい涙。優勝したりした時はやっぱちょっとこうホッとするんですよね。いや、そりゃそうでしょ。こうどん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 力抜けるというか、どんどんプレッシャーがかかってくるでしょ。そうですね、マジックが減れば減るほど、はいはいはい、いやもう減らないんじゃないかっていうプレッシャーがあるし、はい、僕らちなみにまた優勝の話になっちゃうけど、石川雅っていうピッチャーが、彼が2002年に入ってきたんですよ。で、彼すらヤクルトで優勝経験がない。だからほとんどの選手がヤクルトで優勝したことがない時代だったの、その2015年まではね。だから、なんかこのメンバーがすごい喜んで最後胴上げっていうか、こうはしゃいでるシーンを回想すると
もうなんか涙が出ちゃうわけ。だからあのマジックが出るもう残り10試合ぐらいとかでも、はい、こう練習中とかにいろいろ考えて、いやまだこんなとこで泣いてる場合じゃねえなと思いながら、なんかこうみんながその勝った瞬間の喜んでる瞬間、うわなんかすっげえ嬉しそうにするんだろうなとかっていうとこを考えただけでもう涙腺が緩くて緩くて、いやだからもうその優勝するシーンは雄平のサヨナラヒットで決まるんだけどさ、もうそわ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 もう泣く準備だから。でもあの涙はねすごくね素敵だった、ね、素敵だった。まあちょっとね、まあ案の定みんなすごい喜ぶじゃない、はい、もうなんか爽快ですよね。で胴上げして重くてみんなが泣いてた、はい、重いよ監督って。いや今のあんま面白くないですえ、じゃあ現役の時の優勝の時よりもやっぱり監督の時の優勝の時の方が、そうですね、現役の時はもちろん勝って嬉しいんですけど、はい、ちょっと開き直ってる部分あるじゃないですか。もう自分のやることしかないので、自分がやって、まあ、負けたらしょうがないかなっていうところで、とにかく自分が最善を尽くしてプレーするだけで、あとは結果が勝つか負けるかとかなる。監督はそういうこと言わないですよ。もう勝たなきゃいけないから責任があるからね、うん、だからそこの部分はちょっとこうほっとした安堵感はもちろん監督というのがあったんで、そこの部分かな。まああの涙はねいい涙だった。マラコの表情も良かったし、うん、だすごい素敵な涙ですね。こちらでいいか、はい、悔し涙はないな悔し涙は高校野球とかそういうぐらいになっちゃうね。まあ甲子園出場が絶たれたとかね、その時ぐらいかな。記憶力としてはじゃあ監督時代の時の試合の記憶してるものと現役の時の試合の記憶してるもの、うん、どっちの方が鮮明に。結構両方覚えてると思うよ、その大事な場面とか。結構覚えてる。例えばじゃあ2015年真中さんが初監督に就任した時の開幕戦のオーダーとかも覚えてたりしますか。オーダー全部、はい、いけると思うよ。あ、今ここにあるんです。2015年、はい、はい、ヤクルトスワローズ、はい、3月27日開幕戦オーダーを、その日にちから当ててほしかったよな。あ、そうか。山田正解。川端正解。あの時外国人だよ。ミレッジ正解。ユウヘイ正解。畠山正解。ユウイチ正解。大引き正解。中村正解です。ピッチャーは小川でしょ。正解です。おー、すごいね。それぐらい覚えてるでしょ。すごい。何が辿ってたくせにすごいですよ。ユウイチの何試合も出てないですか。いやだけど今開幕4番に雄平使ったんだ。そうです。ちょっと左山田と、うん、あのミレッジの畠山を並べたくなかったんですよ。なるほど、ね、で左右右左右左右でした。それは勝ったか負けたか。勝ちましたよ。延長土壇場で追いつかれたんですよ。8回にフォアが2点タイムリーが打たれて、で最後、ミレッジが何かタイムリー打って11回ぐらいかな。そこの中じゃないですか。カープ戦で、はい、勝ちました。3対2かな。それ、ま、間違ってたらコメントでバンバン言われてるそれぐらい覚えてますよ。だって僕はあの時にこんな試合を今から147試合やったら体持つかなと思いました。だって開幕戦でそんだけの緊張感の中でいきなり延長戦とかじゃない、はい、もう大丈夫かなっていうぐらいの、ちょっとそれじゃなくても開幕って疲れるのか。そうなんかそう思ったのがなんかすごい印象深い。今から142試合もやるのかっていう、はい、ちょっと思いましたね。その年の日本シリーズのホークスとの初戦のスタメンもいけますか、うん、10月24日いけますか。1番ヒアネ正解。2番川端正解。3番山田正解。4番竹山正解。5番バレンティ。え、5番違うの、雄平だ。ごめん、雄平バレンティンだな。はい、そうです。雄平バレンティン、うん、次何番。7番あ、7番ちょっと待って、8番は中村、9番上田なんだよね。 DH だったの。そう、7番は当たってる、はい、当たってます。上田、中村、そこ当たってる。あと7番だね。7番どっち使ったかな。誰と誰今並使ったかな。今並7番だな。おー、残念、大引き選手です。そうです。いや、だけどすごいな。すごいですね。覚えてます。どっち迷ったんですもん。それすぐどっち使おうかな。うわ、迷ったことまで覚えてる。すごいですね、やっぱり記録。じゃあちょボーンと飛びまして、はい、2001年、ヤクルトが優勝しました、うん、日本一になりました。その時の開幕のオーダーを、現役です。2001年開幕オーダー、はい、2001年って自分が現役の時でしょ。現役の時です。いや、現役の時は絶対覚えてないわ。1番真中正解。2番宮本正解。3番井山正解。
4番ベタジーニ。4番古田いった。古田さんです。あ、5番ベタジーニ。え、ベタジーニいかなかった。はい、ベタジーニは翌日から4番に上がって、あー、池山さんが出たんで1試合ね。そうなんです。なんで俺ベタジーニ出てないんだろう。ベタジーニ、そうなんですよ、開幕だけそこベタジーニじゃなくて怪我したのかなんかしたのかな、そこ。そりゃ覚えらんないな。ラミちゃん、ラミちゃんだ。それはわかんないよ。ベタジーニが出たでしょ。ベタジーニの奥さんに似てない。似てないですもんね。トルカさん、いや、ベタジーニの奥さんも美しいけど、もっと美しい。ありがとうございます。まあ僕遠く見てますけどね。あさっての方向見てますけど。それは難しいわ。で、ラミレス、岩村さん、池山さん、戸林さんで、石井和久さんが。お前当たってるところで落ちとけいいのにさ。お前それはハードル高いよ。池山さん、いや、でも優勝の時のオーダーは最後 の優勝のオーダーとかはもう8人にあの時来てらっしゃったから。はい、だから3番イナは4番ベタジーニ、5番フルさん、6番ラミレス山田候補に落ちかけて、で6なんでしょ、8番がオーバーしてる。やっぱ監督は打順を決めるからさ。ああ、で選手は打順を与えられるから、それは記憶はね、俺だって言えるよ、それだったら。そうだよ、だからさっきの U1 は与えられないから、普通の人は。いや、そうだよね。俺は使ったら覚えてるから、左で調子がいいやつを使おうと思って。でも3番までっていうか、4番までとか言えるよ、スーパーカトリー言っときゃいいな。5、6、7はどうなんですか。知らねえよ、誰が言ってる。